こんにちは、ゆうきです。はい、ということで、今日もレイトン教授、ゆっくりやっていきますか。はい、それではいきます。はい、前回ライン・フォード邸たどり着いて、なんだっけ、そうそう、クローディアが街に逃げ出しちゃったんですよ。で、クローディアを、まあ探してですね、公園前だっけな、探して、まあ事件が起きたと。あ、その事件が、ここの屋敷に住んでる男性かな、なんか細身の人が、亡くなったということで、事件について話を聞いていきます。ということでね、今日もいつもと一緒で、コインとかないか、触りしていきます。さあ、そうっすね。じゃあ、デブに話しかけますか。デブって言っちゃダメだね。悪口だね。大きい人だね。じゃあおかしくない？どうなってんのこれ。まあいいや。つね、クリーンに行きましょう。クリーンに。はい。このボブさんね。いかにもボブって感じだよね、この人。すごく名前と、見た目が合ってるんじゃないでしょうか。はい。ということで、解いていきます。上から順に一郎、二郎、三郎、四郎、五郎、六郎の六人兄弟がいる。彼らはすぐ上やすぐ下の兄弟とはとても仲が悪く、決して隣に座らない。ほう。また三郎と五郎は喧嘩中で隣に座れない。ほうほう。すでに一郎が席に着いた丸いテーブルで食事するために、他の兄弟の席を決めてほしいと。はい。というわけで、まあ、単純にちょっと2をここに置いてみて、3、あ、ダメだ。4とか置く。で、3と5が隣り合わせにならないから、あ、なるほどね。そっか、これでこうなったら、ダメだ、ダメだ。遠いところをやるのはどう？あ、で、3と5がダメなのね。わかった、わかった。ってことは、これは、こうして、これ難しくない？あ、2と1だもんね。3、5、4、3。え、これ無理説ない。待って待って。で、2がさ、待って、ここに置いてみるか。1を追うんで、4、3と5が2、3、3が2が仮にここにいるんだったら、3が絶対ここになるじゃんか。うん。で、ってなるから2はここじゃないんだ。ここだとして、3はありえんくなってるから、5が仮にここだとして、1、5、2、4、6。あ！来ましたね。先生、はい、これでどうですか？幸先いいっすよ。解けましたよ先生。なんかね、そのピカラットが間違っちゃったら減るじゃないですか。なんで、はい、まあ、そうっすね。なんか今回何回目ですか？4回目くらいですか、レイトン教授で、まあまったりとやってるんですけど、なんかいまいち、なんかその自分もどんな感じで喋っていいかみたいなとこあるんで、まあこのレイトン教授のことであったり、まあ自分の、なんですか、ことであったりっていうのを、まあ少しずつですね、本当に自分は同じこと2個同時できない猿なんで、なんだろう、ゲームしながら話しできないんですよね。なんで、今自分で話そうと思ってるけど、今見たらめちゃくちゃ物語について話したっていう、そう、こういうことがあるんですよ。こういうことがあるんで、まあ、そこら辺は、あったかい目でね、見てくださったら嬉しいなって思います。多分ね、謎解くスピードとかめちゃくちゃ遅いんで、なんだろう、ちょっと待って、まだ私解いてんのに、みたいな。僕まだ解いてんのにって時は、まだね、大丈夫かなって思います。はい。ということで、なんか、新しい謎が出ましたね。はい。解いてみますか。頂点の塔が八角形のボール紙の番号、絵の数のような、位置に赤丸が来る。ふっと行き方、裏を返す。A の渦のような位置に黒丸が来る。
あ、違う違う違う。このまま、サウンドビーンズ。なるほどね。これね、単純じゃないでしょ、だから。あ、違う違う違う。ここにあるじゃないですか。で、結局、くるくるんって、こっち周りに回ったとして、最後ここに来てるってことは、くるん、くるんくるんくるん。ん？何言ってんだ。まあ12時の方向から9時の方向向いてるから、同じことを言うと、ここじゃないですかね。これ。どう？これでどうかな？違う。違うか。やはり違うか。表裏の関係をよく観察しよう。表裏の感覚って何？あ、表裏ってことか。なるほどね。これの赤のとこの裏にこれがあるから、わからんぞ。ん？あ、ここじゃん。ここだ。すべての謎は必ず解ける。あ、違う。やばいね。これは英国紳士の名折れだ、ね。やばいっすわ、これは。こういうのあるんですよね。で、これ多分、いつかやってみたいのが、ライブ配信的なので、あ、それはこんな感じですみたいなコメントで、なんかみんなと一緒にやっていけたらいいなって思います。でもね、今回一人ということで、ちょっとこの図形本当にダメだわ、自分。ズルしていいですか？ルーク、私の回答はこれだ。これは英国紳士の名折れだ。すいません、ズルします。これなんかピカラットって3回を過ぎるとこれでどうかないことに気づいたんで、この手の残念だ問題はもう気づきの方もいると思うんですけど、はい、全ての謎は必ず解ける。本当は、本当はダメだけど、これは英国紳士の名折れだ。前に進まないから。そう。前36分とかやってたっしょ。やばいから、こうやったか。ちょっとね、本当にお話が進まないと。これでどうかな？ね、長くなってもね、いや、またなんか40分ぐらいあんのかよ、みたいな。結構前からあれなんで、ちょっとね、ささっとやっていきます。はい。これしか残ってなくない？全ての謎は必ず解ける。え？待って、これは英国紳士の名前だ。待って、やばい。変な音したからバチ当たったわ。あ、待って、ここやってないか。ルーク、私の回答はこれだ。うぇい。謎は解けるから謎なのさ。編集でくっつけたのかな、ここだけ。なるほどね。とりあえず歯車があってってことです。まあ今、おーおー、なんか、おる。こいつ話しかけたら進みそうだから、ちょっと戻るか。ああ！ダメだ。出て行かせてくれない。どうですか？今ですね、7月の中旬あたりなんですけど、まあ、来月にね、舞台が一本あるんですけど、スリーキングダムスっていう舞台があるんですけど、まあ今ね、今のこのご時世的にどうなのか、まあね、やっぱりこうやって主に舞台とかで、ね、活動していると、まあ以前できることが当たり前だったじゃないですか。で、見に来る人とかも、そう、見に来てくれる人とかも、舞台があるんだ、じゃあ見に行こうっていう風なだったと思うんですけど、やっぱそれが当たり前だったことが当たり前じゃなくなったって、本当に何だろうな、こんなにもやっぱり自分にとかみんなにも影響してくるんだなっていうか、やっぱりね、舞台ってすごく娯楽じゃないですけど、まあ、エンターテインメントとして元気とか、ね、見てくださった人を楽
しませるためにあると思うんですけど、そういうのが、まあ、一つ一つ奪われていって、で今年だけでも自分も舞台3本ですかが中心になっているので、まあ今後ですね、本当に、まあ、一刻も早く収束することを願いたいですね。ということで気づいたら、女性の部屋に来ていました。でこれはね違うよ、あの別に来たいと思って来たとかじゃなくて、そうあのストーリー上ね来なきゃいけなかったから、はい、ちょっと何もなさそうなので、じゃあサロンさんに話しかけてみますか。まあ、あの要はその黄金の果実に関係があると、この殺人事件ですかね、まあ、あのようやく本格的にそのレイトン教授と不思議な街というのがあのやっていくっていう感じですね。ということでね、あの前回の目的であって消えたラモンさんの手がかりを見つけろと、ラモンさんってあれですよね、あの最初のラインフォード氏の屋敷の来る前に、船の前にいた人ですよね。はい。こんにちはっていう感じの人で、いたんですけど、ラモンさんが突然姿を消したと。ということでね、ラモンさんが、次は見つけていくぞっていうことでやっていきたいんですけども、さすがにこれだと、今回短いので、あと一個くらい謎解いていくか。はい。お写真に、あれですね。あれ、この女の子、赤ちゃんがいて、アロマさんです。あ、その肖像画の人か。なるほどね。なんかいいこと言ってるね。はい。ということで、じゃあ、あと一個くらい謎解いていくか。で、なんか本当になんか、解きがいのある謎を来てほしい。なんか数学とかじゃなくて、すげえわがままだけどさ。なんかさっきの写真なんか知りませんみたいな感じだけど、何なんだろうね。お、ロンドン。お、なんか謎っぽい。いいね。よし、じゃあこれ解いて今日は終わりにしようかな。じゃあ一発正解を目標としていきましょう。本気出します。はい。5人の容疑者の証言である、A 5人のうち1人が嘘をついている、 B 5人のうち2人が嘘をついている、 C、5人のうち3人が嘘をついている、 D 5人のうち4人が嘘をついている、 E 5人全員が嘘をついている。本当のことを言ってる人間だけを釈放したい。何人が釈放されるだろうか。どういうこと。ちょっと待って、計算とかないよね。わかった。え、待って、これちょっと待って、そんなこれに全てを捧げてるぞ俺は。待って、本当のことを言っている人間だけを釈放したい。怪しいと思ってるの E なんですよ。っていうのも、5人全員が嘘をついているっていうことが仮に本当だったとしたら、いや、なわけないか。誰だ？誰だ？5人のうち4人が嘘をついている。仮に5人全員が嘘をついているが本当だとして、このじゃあこの E さんもさ嘘をついてるから違うってことじゃん。あ、ってことは4人じゃない。これでどうかな。 E だけが嘘ついてる。やはり違うか。やべえな、わかんないな。そうか、ちょっとこれ言うのずるいと思うんですけど、
見た目で悪いやつ判断していく。なんか誰が怪しい、おかしいの C やけどさ、そう誰とかじゃなくて何人だもんな、釈放されるだろうか。4人が違ったもんね。うん、2人とか言っとく。なんか全然謎解いてないんだけど、やばい。私の回答はこれだ。なんかさ、ただの作業になってる。これは英語の紳士の治れだ。ちょっとごめん、もう1個やるわ。ちょっとさすがにこの解き方はやばい、焦ってる。じゃ楽しんでないゲームを、ただデイト教授制作委員会にこいつダメだ分かってねっていう風に言われちゃうから、次本気出すわ。これでどうかな、皆さん許してください。お願いいたします。当然さ、英国紳士としてはね。ないやん。はい、ってことで早速謎を探しに行きたいと思います。謎って言ってもな、おうおお、なんか大事なこと言ってるね。なんかありそうだけどね、この血縁関係とか。なんか要はそのやっぱりこの一家がすごく何かを隠しているかもしれませんね。クロディは普通に逃げ出してますけど大丈夫？にゃーということで、これラモンさんのやつじゃない？アルミさん。やばい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 、ちょっとちゃんとやんないとね。物語進んでるよこれ。確かにチェルミーさんすごいね、なんか上からもの言ってきて。確かにバカにしてるね、わかるよルーク。よし、まあまあまあ焦ってもしょうがないんで、ゆっくりとねやっていきたいと思います。じゃあこのおばあちゃんに、お、謎持ってんじゃないこれ。ラモンさん、あ、そうそう、ラモンさんここにいたよね。じゃあこれをで気持ちよく解いていきたいと思います。はい、一筆書きはご存知だろう。ある一点から書き始めて最後までペン先を紙から離さず図形を書くもんだ。この時同じ線を二度通ってはならない、交差はしてもよい。さて、一筆書きのサンプルとして並んだ4つ内のうち1つだけは偽物らしいという、それはどれだろうか。つまり一つだけ一筆じゃ書けないってことなのね。なるほどね。いきます。ツン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 、これは違う、これは違います。ツン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 、うん、これ難しいね、わかんないな。トン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 、あ、ちょちょちょ、トン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 、待って待って、わかんないわかんない、全部、あ、わかった、これだ、車じゃない？だってさ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 あ、いけるか、車かけるな。これか、これか、これなんすよ。で、なんか複雑だからこっち。これも紙です。はい。これは英国紳士の名俺だ。まあ本当にこんな感じなんですけど、ゆっくり、はい、やっていきたいと思います。私の回答はこれだ。はい、ということでね。当然さ、英国紳士としてはね。ありがとうございました。来週はですね、どこまで行こうかな。ちょっとね、どうしようかな、今週がか、来週が、てかとりあえずじゃあ ラモンさんを見つけるまで行きますか。せっかくなんでね、中途半端もなんか嫌なんで。はい、ということでまた来週お会いしましょう。では本日もありがとうございました。
じゃあねー。